バターアルチ、こんにちは。バターアルチ。本日はこちらアルジャの、まあ、日本カントリークラブっていう、まあ、ブルージェイズの本拠地に来ます。で、大会があるので来ています。で、こちらにいる7月に着いたクイアバの野球隊員山本俊也君とアニョングレの野球隊員小島直之さんです。はい、ということで、ビデオを見てくださってる方は覚えてるかもしれないですけど、僕のファンミーティングにも顔を出してくださった方です。ということで、まあ認知についてもうちょうど1ヶ月ぐらいですかね。そうですね。で、まあ、せっかくこうやって大会でお会いできて、山本君のクイアバとは1試合目、まあ、試合させてもらって、アニアングエラも同じブロックで2試合目はこうクイアバ対アニアングエラっていう感じで、まあ、試合したんで、まあ、1ヶ月経ってみてどうですかっていうのを、はいはい、こういった隊員の方が、野球隊員の方が新たにブラジルで頑張ってますっていうことで、ちょっとお願いします。どうですか、1ヶ月経って、クイアバで状況ですか。はい、僕はサンパウロがちょっと西の方にいるんですけど、西の、はい、すごい暑い街で、ここよりもっと暑いところで生活してます。やっと1ヶ月経って、そのブラジルの野球をちょっとずつ理解して段階です。ああ、わかりました。なんか写真とか見たんですけど、もう学校訪問みたいな。学校には1回訪問して、はい、ちょっと、まあ、人数少ないんで、はい、その拡大っていうのに、はい、人数増やそうかなっていうふうに考えてます。ああ、じゃあ少しずつ野球人口拡大と、はい、今いる子たちの、まあ、野球技術向上させてっていう。はい、わかりました。ありがとうございます。小島さんなんですが、アニャングエラなんですけど、どの辺に位置するんですか。サンパウロ市内。サンパウロ市内ですか。セントロからちょっと離れたところにグラウンドがあって、はい、まあ、思った以上にすごい恵まれた環境で野球やってるなっていうのが最初の印象でした。へえ。グラウンドも5面ぐらいあって。あ、そんな広いんですか。なんか河川敷にあるっていうのだけ聞いたんですけど。そうですね。ちょっと匂いが強烈なんですけど、ね、あ、やっぱそうですか。それ聞いたんですよね。知恵手川からのちょっと悪臭が結構悪臭が漂ってるんですごいいいところで練習してます。あ、5面もあるんですね、はい、カテゴリーは今回のプレジュニアと、まずちっちゃいコンパンチューとチボーとあるんですけど、うちも結構人数が少ない感じで、はい、今日も下のカテゴリーから何人か来てる状況で、はい、結構ギリギリですね、人数。あ、でもそれなりには、このカテゴリーと下のカテゴリーのチーム作ってできる感じなんですね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、まあまだ1ヶ月なんで、本当にこれからってなんかそこなん で、ね、これがね、やったら半年後とか1年後だったらもっと喋ること増えてくると思うんですけど、じゃあ、まあ最後にちょっと今後の意気込みだけちょっともらいたいと思います。じゃあ、今回地方から来て、そのクイアバから来て、サンパウロの強い強豪チームとの差をすごく感じたので、2年間のうちに一度はちょっとサンパウロの強豪チームをぶっ倒したいと思ってます。わかりました。ありがとうございます。小島さん、お願いします。そうですね、ブラジル来て、まあ、1ヶ月野球見て、かなりポテンシャルの高い選手たちがいっぱいいるんで、まあ、もっともっと細かいところとか練習していけば強くなるチームだと思うので、頑張って教えたいと思います。わかりました。ありがとうございます。はい、それでは今回クイアバっていう飛行機でサンパウロまで試合に来てくれた山本君とアニャングエラの小島さんでした。これからあと2年近くね、もうまだ着いたばっかりなんで、今後、はい、ブラジル野球界を引っ張っていく存在になると思いますんで今後とも見守ってください。よろしくお願いします。はい、ということで、ミートブリガード。ミートブリガード。チャオチャオ。